今日から4日間泊まる場所がここになります。ここの2階の部屋に3人で泊まります。私の着替え、パンツと T シャツがもうすでに干してあります。なんかもう俺らが映画で見るアメリカの住宅街というかね。で、突き当たりっていうか、あの車が通ってるところを左です。はい、いやついに解散と合流というか覚えてきましたね。すいません、時間取っていただいて。いや時間取っていただいてすいません。YouTube を見てますって言っていただいて、ね、アメリカに来た時はって言ってくださったんで、なんかよっしゃ行こうやってなってですね。そう、かなり心強かったよね。だって急にタジはもうアメリカモードになったもん。うん、なんかね、あとはそのあれで右って言ってる信号。はい、右です。はい、右です。今日ちょっと今声がもう聞こえてるのが甲斐さんです。自分たちをアメリカに呼んでいただいた。ここ行っていいんだよ。行けますね。左が大丈夫なら。いいですよ。来てなければ。待った方がいい。はい、この後。はい、どうぞ。で、内川行って。はい、内川。内川、はい。海さんがもうアメリカに住まれて何年でしたっけ？もう一個内川。もう一個左。アメリカに住まれて、はい、もうお店で話した方がいいんじゃないの？そうそう、ね、今まだ運転に集中してもらうか、まあ、運転に集中した。海さんなんかお話ししたいもん、はい、お前らそんな余裕見ない。信号左、信号左。ちょっと荒い運転のやつ、うん、さっきあのゴミ収集車を見て、はい、オートマチックにこうゴンって入れた後にゴンって置いて、うん、すごいと思ったらバーンってもうバケツっていうか あのあれが倒れてたんで。あ、それ普通。普通。あれは誰が起こすんですか？あれは。あ、もうその家の人。日常的なことなんですよ、あれね。はい、アメリカオートマチックですげえなって言ったら ねバカーン倒れたもん。そうそう、何でもね機械でできるんだなって言ってできてもいないんだなって。次は、ね、右に入る。右ですか。次の信号右ですね。はい、アシカですか。アシカみたいのが見る。今から甲斐さんおすすめのお店に入ります。あー、失礼します。パンさんは何人くらいですか？ハンティントンかニューポートビーチのところがあって、こっちもいいけどね、クリーンメリーかなんかあって、あと水族館がある、ロングビーチは。水族館が、うん、結構高かった。サンタモニカに行きたいって言ってるんですけど、サンタモニカに何があるかは知らないですよ。ただ、サンタモニカにっていうワードに行きたいって。この響きだけに。サンタモニカだったら、あれ、あっちの方がハリウッドとか。はいはいはい。なんかね、だから、
サンフランシスコとかもそっちからもっと北に上がったところですよね。なんかあっちはもう少しちょっとこう、荒いんじゃないけど、運転とかも大変なのかなと思います。ああ、4ハリウッドあたりで確かに荒かったね。いや、やっぱ疲れる。あの、一応3人がかりで今行けるよとか、今やめた方がいいっていうのあるからなんとか行けるけど、一人であの中を行くのは無理だと思ったんですね。もしかしたら最初にあの辺うろうろしたから鍛えられたかもしれない。お前うろうろしてないだろ。うろうろしてないからあんなことになるんだ。おろおろしてる。うろうろとおろおろが違う。なんだろう、このソース何のソース？チーズ系だよね。わかんない。いけなかったソース。わあ、すごいボリューム感。美味しそう。みんなでシェアしていただきましょう。美味しそう。うまそう。もうみんなで食べてるでしょ、うん、シェア食いで。わわわわ、こう切れてるんだ。昨日のラジオで言ってるんですけど、自分たち本当バーガーばっかりだなと思ってて、なんで こっちの国はバーガーしかないんだって言いながら、いやいや、そう、その知らないんですよね、俺ね、わからないです。あ、どうぞ。いただきます。うん。ハンバーグだ。ハンバーグ？うん、なんかハンバーグ。なんかハンバーグのようなちょっとこうね、お肉感があるよね。美味しい。でも昨日あのパント君が差し入れしてくれたあの温めるご飯と、あの味噌汁、即席の味噌汁を食べたんですけど、やっぱ味噌うまいなってて。もう3日4日目でもう味噌とかね、米とかにもう感動しちゃうぐらい。俺らが家まで帰るのをこう見越した上で何時には出ようか。30分と見とけばいいね、家まではね。薄暗い夕方のね、あ、でもそのなんていう、夕焼けを見たい感もあるね。ああ、それでね、まあまあどこまでは夕焼け見るには今8時ぐらいまで上がるんだけど、でも海に沈む夕日はちょっと一回拝みたいですね。やっぱ住んでるとそんなもん。私たちは別行動で、はい、今日はね、ハンティントンビーチ行ってます。何しに行くの？いや、あのピアっていう橋がねあるんで。何しに行くのってだけ。ビキニガール。ビキニガールを見に行く。今日は自分はね、さっきご紹介した海さんと一緒に、アンティークモールとかをちょっと回りますので、おっくんと陽平は、別行動ということで、最後にもう一回何を見に行くんですかね。いや、だからピアって言う。ああ、わかりました。気をつけて行ってきてくださいね。最高でしょ、この天気で海を見てね。最高だね、本当。ちょっとみんながね、はい、こんな景色見てきたよっていうのを後でお見せしますので、写真をいっぱい撮ってきてください。はい、ありがとうございます。ああ、ごめんなさい。ではでは、行ってらっしゃい、そっちも。気をつけて。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ありがとうございます。行ってらっしゃい。よし。ここがロングビーチ。街並みがなんか素敵ですね。ジャカランタの花ですね、これはね。綺麗。
も早速古着が。デッドですごいいいお値段です。すごいね、欲しい。すごい雰囲気が良さそうな服です。
今からホームセンターに段ボールを買いに行きます。今日4日目の古着の買い付けだったので4日分の荷物をとりあえず梱包できる段ボールを買いに行きます。熊本にあるハンズマンとの違いが楽しみです。カイさんはハンズマン知らないですよね。段ボールを買ってきました。これで、しっかり梱包します。どうでした？海の方は楽しかったです。水着ギャルが やっぱりそこはもうしっかり目に収められた。社長がめっちゃ話しかけたからね。嘘マジで大したもんやね。恥ずかしくてもうマジかみたいな。マジか行ったと思って。どんな感じだった？いや全然開けたね。写真撮ってくれみたいなことを言ってたり。それはそれで危ないやろ。そうそう Why? みたいな感じで。Why? そりゃそうよね。これは載せないでほしいな。もうハンティントンビーチはマジでいいとこだった。へ、よかったね。ちょっとね、今からじゃあ、あの2人が行ってきた景色とか写真がいっぱいあるの、うん、それをちょっとここからみんなに見てもらいましょうかね、うん、どんなところ行ってきたのか。どうでしたか？ちょっと待って使えんと思うこれ。何も出てくる。何も言えねえ。何も言えねえぐらい良かったっすか？うん、楽しかったっす。いや楽しそうだったもんね。自転車こいでね、ビーチを。最高の休日でしたね。今日はね、そのもうビーチの目標達成したから、明日が逆に2人は何しようかって感じよね。そうですね。まあ多分。夜はだからあのね、ご飯作るのにかなり集中しないとですね。だから自分と海さんは古着の倉庫に明日ね入るんですよ。でその間に、おっくんとね陽平が買い物に行ってくれて、海さんを逆にこうお招きしてご飯を食べてもらおうということで、おっくんが腕を振るうってことでね、まあ、非常に楽しみですね。腕を振ります。ちゃんごめん、ごめん、ね、ナビゲーションだった。こちらこそごめんなさい。ガソリン入れようか、右手にあるから青いやつ、うん、信号の先。ガソリンのことまでちゃんと考えてくれます。ナビとしてのもう秀逸さが隠しきれなくなってきてるから、ね、もナビゲーターで生きていくと相手いいよね。左についてるっぽいよね。うん、だと思う。間違ってたらもう間違いでしょうがない。いいよ別にこっち。ない。こっちでも。初めての給油にドキドキしてます。ガロンだからどんだけ入ってるのかよくわからない。ねえ。ねレギュラー87ドル？何これ？ドルじゃない。品質じゃん。なんかわからん。これが多分廃業みたいな。本当俺たち何もわからないまま、なんとか今給油が始まったけど、お32ドル入った。
入ったのかな。写真で見ると動画だとめっちゃ大きく見えるけど、実物もかなり大きいで。吉野家です。アメリカの吉野家。おおおお、これか。デジャブって言われてたのこれのことなんだね。これ照り焼きチキン、オリジナル牛丼、ベジタブルのコンボです。いただきます。